外国人選手も加入しました。だいぶ心強くなりましたよね。そうですね、まあ、守備の分ではマンデルソン選手やルシーニョ選手が加入して、まあ、ちゃんとコミュニケーションを取ってやれてますし、どんどんこれから良くなっていくと思いますね。そうなるとご自身の役割にも変化がありますか？そうですね、まあ、まず守備をしっかり4人で、強固な守備を作らないと、今の J リーグでは勝てないんで、そこをしっかりコミュニケーションを取って、自分のところで絶対守るという意識で、やっていきたいと思います。そしてタスタ選手は層が厚くなると本来の、ね、本職のセンターバックの出番も増えてくるのかなと思うんですが、そのあたりいかがですか？まあ、去年は本当たまたま自分が出れる状態になったんですけど、まあ、今年はまあそうは言ってられないと思うんで、しっかりと実力で、スタートが出れるように頑張れればいいと思ってます。はい、特にこのディフェンスの2人は話全然違いますけど、東京ガールズコレクション静岡ランウェイしたということなんですけど、どうでした松原さん、ランウェイ女の子と一緒に。そうですね、ミキさんとね、松原さん。いやもうあんまり緊張とかしないタイプなんですけど、はい、マジで緊張しました。マジで緊張した。珍しいですね、ここもね。緊張するんですね。失礼だな、君は。でもそんな風に見えなかったですよね。すごい堂々と歩いてらしたので。やめてください、本当に。僕は向いてないです。立田選手はぴったりでしょ。あ、そうですね。どうでした、ランウェイは。いや、恥ずかしかったです。同じく。はい。いや、でもキリッとした、凛として歩いたっていう噂がありますか。いやしっかりやった方が格好はつくじゃないですか。うん、だからまあね、はい。斉藤飛鳥ちゃんにも生で会えたらしいですね。いやそれが会えなかったです。会えなかったの。はい。会えなかった、残念。いやもう残念で仕方がない。そのために行ったのに。まあ、また今年はね大きく成長して斉藤飛鳥との出会いをね、楽しみにね頑張っていただきたい。さあ。寒々しい中長いことありがとうございました。はい、最後にですね、2019年の意気込みを一人ずつお願いしてます。はい、竹内選手、あの目標は明確に設定されているので、はい、それを達成できるようにみんなで一つになって戦いたいと思います。はい、金子選手、まあ、僕も日本代表を目指しているので、入れるようにエスパルスのまず、ありがとうございます。勝利に貢献して代表に近づけるように、プラスアルファ、僕もランウェイ歩けるように今回ギリギリのところで、歩けなかったんで、いいじゃないですか。僕も選ばれるように歩く練習しておきたいと思います。練習しておいてください。金子選手やっぱさすがですね。笑いを散らめてありがとうございます。はい、松原選手。はい、まあサポーターの方たちが、もっともっと増えて、アイスターに足を運んでくれて面白いと思って帰ってくれるように、個人としてもエスパルスのために頑張りますので、これ今年も、まあ、トップ5以上目指して、そういう意識でみんなで頑張っていきましょう。はい、今年も必ず週3強いんですか？そうですね、今年はちょっともっと気合い入れていこうかな。髪型にもご注目いただきたいと思います。さあ、そして竜田選手、今シーズンの意気込みを。はい、チームとしては、5位以上を目指すということと、個人としては、まあ、スタートからフルで出れればいいと思ってますし、それが一番、代表への近道だと思ってるんで、まあ、チームで出ることをまずはしっかりやっていきたいと思います。そのためには、サポーターの皆さんの力が必要だと思って、今年も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、もう早頃で開幕まであと1ヶ月でございます。鹿児島キャンプを経て万全の体制で2019シーズンを迎えてほしいと思います。どうぞまたこの4人の選手に大きな拍手を送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。